零距离接触日本 coser 的系列纪录片 Japanese Cosplayers。 在第一弹与第二弹中，我们对从事 cosplay 三年的爱离子进行了 cosplay 秀与摄影棚的跟踪报道。在本次的第三弹中，我们将访问爱离子的家人，听听他们对于 cosplay 活动的感想。其实在日本有很多 coser 背着家人偷偷地从事 cosplay， 而爱离子却似乎经常和家人讨论 cosplay 和动漫的事情。今は映しても大丈夫ですよ。ウィッグこうやってかぶってます。いや本当に普段ウィッグばっかなんで、みんなに地毛どうなってんのってすごい言われるんですよね。そうですね、50から100もっとあるよ。もっとあるかな。すごいんですよ、もう置き場がなくて、この子の荷物だけでも山となってる。あれも小さい頃からやってたんで、あれもそうなんですよ。だるーって感じ、これ絶対だ。映した方がいいね。あれ映したんだよ。映したんだ。爱离子从小便一直练习芭蕾，在墙上挂着的便是那时候的照片。12年間やな。もっとかな、もっとやってたかな。在拍摄的时候，爱离子的姿势的确十分美丽。据她所言，这也是因为有芭蕾经验的缘故。子供のことに関しては、ある程度こう理解してないとうまくいかないかなっていう、まあ、努力はします。アニメ一緒に見ながら、なんかアリスこのキャラコスプレ似合いそうじゃんとかね。結構音楽とかも結構こういうのお母さんどうって言われると、どれどれって言ってこう聞いて、あこういうのもいいわねとか、そういう会話は結構常にパソコン見ながらとかこう聞かせてくれるので。爱离子给我们展示了她收集至今的 cosplay 服装。ここはお兄ちゃんのベッド、アリスのベッドで、お兄ちゃんと共同なんですよね。そうですね、もう外出の時は大抵ウィッグつけますね。こういう部分的な前髪ウィッグだとかもうちょろちょろ持ってて、でこれとかはこうやってバンスでポニーテールっぽくしたりとか。さっきからお兄さんがすごいカラフルなものだった。すごいっす。これそれお兄さんが持ってきていただいてるのはコスプレ用のウィッグです。今ベッドに並べてるのはこれは、これは全部普段用です。これ金髪も普段用ですか。はい、全部普段用です。これで普段用は全部ですね。ちなみにコスプレ用も見せていただいても。はい、もちろんです。あ、じゃあお兄ちゃんのベッドにコスプレ用の広げようかな。コスプレで一番似合ってんのですか。いろいろやってるよ。これでもいい。やっぱ ルカが。ああ、ルカ。ルカはそうだね、好評だね。かわいいっす。そうですね、お兄ちゃんはそのこと大好きで、本当にも。まあ、俺もアニメ結構好きなんで、コスプレしてくれるとまあ嬉しいかなって。あやなみ。なぎまかおる。これとかはマクロスのシェリーみたいな。あ、コスプレウィッグ。これで全部かな。そうですね、家にあるウィッグはこれで全部です。普段用のウィッグとコスプレ用のウィッグと。お、ちょっと買いすぎかなって気もしますね。え、まだ足りないじゃない。このウィッグですね。このウィッグを買ったんですよ。爱离子曾经偶然和母亲一起走入秋叶原的一家假发店。就是在那里，他买下了第一顶假发，开始了 cosplay 的人生。爱离子开始从事 cosplay 也只有三年，但他的家里已经充满了与 cosplay 有关的东西。これ知り合いのカメラマンさんが誕生日プレゼントにくれて、せっかくだから飾ってるっていう。ファンの人が撮影会のデートで写真集作ってくれたんですよ。こうやってちゃんと作ってあって、こう作ってあって。接下来我们参观了爱离子的服装，服装的数量可以和假发媲美。あ、ちなみにこれはお母さんが作ってくれました。売ってない。
ないんですよ、マイナーすぎて、うん、既製品の体操着にこうやって布を上から貼り付けて、でエンブレムは刺繍してもらって、もうお母さんに本当1週間ぐらいで作ってもらいました。むしろその日のうちにどうだった見せてっていう風に一応確認して、あ、大丈夫ねこれならみたいで、変なの撮ってないってね、うん、やっぱりこう際どいのあるじゃないですか、はいはいはい、そういうのやられるとってなるもんね。でこれは、あの友達が誕生日プレゼントにくれた衣装なんですけど、実は私これ夏用と冬服両方買ってるんですよもう大好きな作品なんで、今うちにあるのはこんくらいですかね。お母さんにブカブカなところを詰めてもらったり、ボタンとか緩くなってきたらちょっとやっといてって言って頼んじゃったり、結構頼ってますね。あの買うとうちで着てみるんですよ。そうするとその格好何なのなんて、これが漫画の何々なの、これは何なのって言うんですよ。刀まで持ってるんですよね。だからこのポスターあげて、おばあちゃんにあげて、これ両面印刷してあって、でこっちの面貼ってもらってて、おばあちゃんの面でまさかね裸の方貼っとくわけにもいかないよ。裸じゃないよ。いやでも最近慣れました人見知り全然人前に出てこないんですね。人の後ろに隠れて、うん、おとなしい子でしたよ。黙々となんか一人でやってるんですね。ただすごいね気を使うんですね、いろいろ。だからそういう性格を知ってるんで、少しでも手助けしてあげたいなって、すごい疲れる性格なんで、うん、少しでもこうね疲れを溜めさせないように、うん、やっぱり背伸びしてたんですね。そうかな、自覚ないんだけどな。もともとの性格はそんな内気な明るくないんで明るくないんで、それ言っちゃう。心に火をつけたもの、なんだろう、友達が増えたっていうことですか。なんかもうとにかく自分友達が本当に欲しくてなんだろう、有名になりたいとか誰かにチヤホヤされたいとかじゃなくて、でなんかそのアニメが好きだからそれを表現したいっていうのも違って、なんだろう、自分にとってコスプレってやっぱりコミュニケーションの一部っていうか。下一次的 Japanese cosplayers， 我们将采访从事 cosplay 长达15年的 Nagisa， 敬请期待。